はい、ではこちらのタイトルの文献を、稲岡が紹介いたします。この文献の、詳細な情報は、こちらの通りです。はじめに概要です。この論文はその言い換えのデータセットを作ったっていうのがメインの内容なんですけども、その既存 の, その言い換え認識のデータセットっていうのはその、なんかこう同じ質問をなんか集めてやるんですけど、2つのなんかこう文があった時になんかその文っていうのが言い換えの関係になっているか、またはなんか関係ない別のことを表している文なのかみたいなことを認識する、その言い換え認識のタスクがあって、そのデータセットがあるんですけども、その語彙の重複、あのオーバーラップがその多いけどその2つは言い換えじゃないみたいなペアっていうのがこう不足している。逆に言えばなんかその語彙使えている単語のオーバーラップが多いと、それは大体の場合あの言い換えの関係になっているっていうようなペアがこう多数含まれるようなデータセットになっていて、これはちょっと現実とはにはこう合ってないようなデータセットっていうふうに言われています。なんでその今回はそういうような語彙の重複が多いけどその言い換えになっているようなペアっていうのを含むようなデータセットっていうのを今回作成しています。で、従来 の, そのデータセットっていうのはこの傾向っていうのはテストの評価セットでも同じような傾向になる。で、それだとちょっと評価として問題があるんじゃないかということで、今回その作ったのを評価の, そのテストセットとして使った時にその言い換えの性能っていうのがこう 40% 未満、従来 の, その言い換え認識のデータセットで学習してこの今回のパーズで評価した時が 40% 未満なんですけど、その学習にこの今回のパーズを含めることによってその性能が 85% にこう大幅にこう向上するっていうような内容です。で、次にイントロダクションです。基本的に文っていうのはその語順とかその構文構造によってその意味に大きく影響を与えるというふうに言われています。この3つの文を考えてもその、上2つっていうのはこう、語順は違うけどこう、意味としては同じで、一番下の文に関して言えばこう使えているこの単語なんていうんですかね、バックオブワーズ的なものは同じなんですけどその語順が違うことでこう違う意味になっているっていうような例ですね。で、こういうのが例えばこの1と2は言い換えだけど1と3は言い換えじゃないみたいなのがこうデータセットとしてこう言い換え認識のデータセットとしてはこう入っている、べき、ようなものなんですけども、その既存のデータセットっていうのは、こういう1と3は言い換えじゃないみたいないうようなこうフレーっていうのがこう少ないあないっていうふうに述べられていました。で、それはその学習データだけじゃなくて、評価に使うテストデータの方もこう同じようになっているので、こうモデルを評価するに不十分っていうのがあるし、学習に使うにしてもそのモデルっていうのがその語順っていうのが重要だっていうことをこう学習できない、そのこういうような例が入ってないんでこういうフレーが入ってないんでその語順が重要だってことをモデルが学習できないっていうような問題があります。で、こう具体例っていうのがここに挙げられているんですけども、そのこのゴールドっていうのがあれですね、そのデータセット内での正解ですね。この N っていうのがこう2つのセンテンス1とセンテンスには言い換えじゃないよみたいな、で、Y が言い換えだみたいな感じなんですね。で、見てみると単語的にはもう使えている単語っていうかバックオブワーズ的にはもうほとんど同じっていうか、同じものがこうなんですね、センテンス1とセンテンス、ただ語順が違うのでその括弧語以外はこう言い換えではないみたいないうようなデータですね。ただその従来、単純にバックオブワーズでこうやると、全部 これは言い換えだみたいになってしまうし、それはそれですね、その従来 あの既存のデータセットを使って学習させるとそのバートでもその多くの場合こう言い換えだっていうふうに誤って認識してしまうっていうような問題があります。で、その従来 あのこれまで言っていたその既存のデータセットについて、次説明します。今回の、研究ではその既存のデータセットとしてこの
クオーラクッションペアーズっていうものを、まあ、挙げています。まあ、これはそのクオーラっていう、まあ、サービスですね。この質問をなんか投稿するとなんかその回答が入ってくるみたいなページなんですけど、まあ、そのページ上の質問があるんですけど、そのある2つの質問を持ってきたときに、その質問がこう重複したものか、要するにこう同じ質問をしているのかみたいなかどうかっていうのをこう判定するようなこうタスクとかデータセットになっています。なんでまあこれ、まあ、要するに重複した質問ってことは、こうその2つの質問っていうのはこう言い換えの関係にあるみたいな、まあ、そういうことですね。で、まあ、このデータセットっていうのは、そのそもそもその単語の重なり、その使われている単語のその重なり、まあ、オーバーラップ、より多くオーバーラップしているようなペアっていうものがそもそも少ないっていうような、まあ、こう問題があって、まあ、そうなるとなんか使われている単語は同じだけど語順が違うみたいな、なんかそういう例が、まあ、要するに少ないっていうことですね。で、まあ、まあ具体的にはその同じバックオブアーズを持つようなこのペアのうち、その言い換えでないそのペアっていうのが 20% しかないっていうような、まあ、そういうようなデータになっている状態です。で、まあ、今回のそのパーズっていうのは、まあ、そういうのを、まあ、そういうのを解決するための、まあ、ことをやってるんですけども、まあ、その具体的にどういうデータを増やしたいかっていうと、まあ、このパーズペアって呼んでいるものを増やしたいってことですね。まあ、これ何かっていうと、その2つの文のバックオーブがあった時に、そのバックオーバーズがその重複しているけど、まあ、語順が違うようなペア、まあ、これは言い換えかどうかっていうのは、まあ、別として、要するにこう語順は違うけど使われている単語同じみたいなペアっていうのをたくさん用意して、まあ、それに対してこう言い換えか言い換えじゃないかみたいな、そういうあれですね、ラベルをまあ付与していくっていうことですね。で、まあ、こういうペアっていうのが、まあ、さっきのページの逆のこと言ってるんですけど、あ、逆っていうかこう、まあ、同じこと言ってるんですけど、その、まあ、QQP ではなんかこういうようなペアがあった時に 80% はもう言い換えのペア、言い換えのペアっていうふうになっていて、まあ、ちょっとあれですね、偏っているっていう感じですね。で、まあ、今回はそのパーズペアっていうのを作るのに、そのワードスワッピングっていう、まあ、方法とバックトランスレーションを使って、まあ、生成しています。で、まあ、これ、まあ、生成するんですけど、その完全にこう自動でやっているわけじゃなくて、こうより品質が高くなるように、で、まあ、よりこういろんな多様な、まあ、ペアが欲しいんで、まあ、そういうのをまあ考慮して、まあ、生成を行ってたんですね。ただこうもちろん出力に偏っちゃいけないんで、こうより均等になるようにこう生成するっていうようなことをやっています。で、まあ、最初にワードスワッピングの方を説明します。まあ、こう手法としては、こう言語モデルと制約付きビームサーチっていうのをまあ、使用している方法で、まあ、こう、まあ、この図だけ見ると、まあ、多分分かると思うんですけど、まあ、まず最初に、まあ、どっかから文を持ってきて、まあ、例えば今回だと Flights from New York to Florida っていう、まあ、文を持ってきて、まあ、これに対しこの文に対して、まあ、ポスタギングと、まあ、NER をかけてやると、まあ、こう Flights に NNS がついて、 From と To に In がついて、 New York と Florida にロケーションがつくみたいな感じになります。で、まあ、その各タグごとにこうやって集めてあげて、まあ、まあ、これをその NNS の候補、フロント2をインの候補、ロケーションにニューヨークとフロリダの候補みたいにしてこう集めていきます。で、まあ、この元の文っていうので、その後にその元の文っていうのを、そのあれですね、まあ、文テンプレートみたいな、こうなんていうんですかね、フライトフロムニューヨークとフロリダをこう NNS インロケーションインロケーションみたいな、こうロケーションの中にはこうニューヨークかフロリダのどっちかが入るみたいな、なんかそういう感じの文テンプレートを作ります。で、まあ、そうすると、まあ、NNS は1個ですけど、例えばインって来た時に、そのあ、こうですね、インって来た時に、別に今回この例だと from になってますけど、別に to でもここ入ってもよくて、逆に、まあ、こっちにインが入ったとはこっちに from が入るみたいな、そういうあれですね、こう文のそのなんか品種とか、その NER タグのあれは変えずに中の単語だけを変えるみたいな、なんかそういう風なことをして、そのまあ、こう文をまあ自由に作ります。まあ、まあ今回ビームサーチ使っているんで、まあこう前から順番にやるんですけど、ことをやります。ただまあそれでやると、まあ変な文もこう出てきちゃうんで、まあ、そこに対して、その言語モデルでそのスコアが高くなるような、その文テンプレートの埋め方っていうのをこう探索するっていうのことにします。で、まあ、そのどういう時にそういう、あ、なんていうんですかね、さっきの方法で、まあ、ペアを作るんですけど、その全部を採用するわけじゃなくて、まあ、まあ、下のような式ですね、このまあ、元々の入力文の、まあ、言語モデルの対数誘導にからこう T 字上を引いたのが、まあ、こうあれですね、そのビームサーチで得た文の、まあ、誘導
よりも小さい、要するにこうなんていうんですかね、入力分よりまあ高い対数のやつの場合は持ってくる、まあただまあそのマイナス t 事情っていうのをまあ考慮してまあ持ってくる。でこれを満たすときにその2つの s と s' のペアっていうのをこう採用するっていうのをします。でまあこう t を大きくすればするほどよりなんかこうたくさん持ってくるんですけど、ただまあ大きくしすぎるとその言語モデルの対数誘導が低いようなペアも持ってきちゃってその品質に問題がある。でまあその辺はまあ t を調整しないといけないんですけど、まあこの研究ではそのこう人手でこう t はまあ 3.0 ぐらいがいいだろうみたいな人手でこうその2つのバランスを考えて設定 t を 3.0 に設定しています。でまあ、次がバックトランスレーションです。まあ、さっきのワードスワッピングだけでもまあできるじゃあまあできるんですけど、手法としてはできるんですけど、ただそのワードスワッピングっていうのはその言い換えを生成しないその傾向があります。これはまあどういうことかっていうと、まあ、これ今回の研究は英語なんですけど、その英語ってまあ基本的に語順が変わると意味が変わるような場合が多い。その文語順を変えて、まあ、その流暢っていうか、まあ、文としては成立してるけど言い換えにならない、なんか意味が変わっちゃうから言い換えにならないみたいなこう傾向がある。で、まあ、それだとちょっと何て言うんですか、言い換えじゃないこうペアばっかり増えてこうバランスが悪いんで、バックトランスレーションっていう、今回はそのバックトランスレーションを用いてその逆に言い換えをたくさん生成するっていうことをやってます。で、まあ、この今回のバックトランスレーションっていうのはその英語とドイツ語の翻訳機とドイツ語英語の翻訳機をこう何て言うんですかね、英語を入力してドイツ語にして、そのドイツ語を英語にするみたいな、その折り返し翻訳を使うことによってその2つの文のペアを作成します。なんでこうまあ2つのモデルをまあ合体させるとまあ英語を入力して英語が出てくるようなモデルですね。ただその途中こういう変換しているんで、その入力と出力はこうなんか同じ意味だけどなんか表現が違うみたいなことになるのを期待してまあこういうことやってます。でまあモデルごと、それ各モデルごとにトップ K を出してやっているんで、まああれですね、全体このまあその折り返し翻訳全体として見ると、まあその K 事情のペアが出てくるっていう感じで、まあ今回はその K を5にしています。なんでまああれですね、25個のこうあれですね、折り返し翻訳の結果が出てくる、ペアが出てくるって感じですね。でまあこれ全部採用するわけじゃなくて、その2つの文のバックオブワーズのコサイン類似度を計算して、まあ、スキッチアルファでこうフィルタリングするっていうのことをやってます。で、まあ、まあ、それに加えて、その、あれですね、まあ、語順、どれぐらい語順が入れ替わったかみたいな、こういうのもこう大切にっていうか、するために、そのワードオーダー、インバージョンレートっていう、まあ後で説明するんですけど、っていうのを計算して、それが 0.02 を超えるように、こう、その分ペアっていうのをサンプリングするってことをやってます。でそのワードオーダーインバージョンレートっていうのが、まあこれまあ具体でしか書いてないんですけど、まあこういうような方法で、まあこれが英語でこれが折り返し翻訳によってまあ得られた英語だとすると、まあこの2つをまず最初単語アライメントを取って、でまあそのアライメントのペアの数っていうのをまあ計算しています。まあ今回だったらまあ6番で 6C2 でまあ15のアライメントペアの数があって、まあ、そのペアがまあ交差しているかどうか数える、まあ、要するにこの、まあ、この図でいうとこの交わっている点を数えるってことですね。まあ、それが9になって、まあ、それをこう、まあ、15÷9 でまあ 0.6 っていうようなことをやります。まあ、これがまあこの2つの分ペアにおけるそのインバージョンレートっていうことになります。まあ、こういうような値を使ってまあフィルタリングヘッドサンプリングしてやるというようなことを行っています。でまあ、これでその言い換えペアというのは取れるんですけど、言い換えペアだったり言い換えじゃないペアが取れるんですけども、まあそのまあそれだけではなくて、そのまあこの図に示す通り、そのまあ詳しく説明するんですけど、その言い換えのペアと言い換えじゃないペアをこうバランスよくこう取っていきたいっていうようなことをまあ考えているので、ちょっとラベルバランシングっていうことを行っています。まあ、これ次のページで説明します。まあ、ちょっとこれ長いんですけど、そのスワッピングですね、言語モデルと、まあ、制約付きビームサーチでの方法で、まあ、得られた分ペア、まあ、ここだと S1、S2 っていうふうに
まあ、定義して、で次がこっちがバックトランスレーションで得られた分布や S1 と S1 ダッシュですねっていうのをこうがあったときに、そのスワッピングで得られた分ペアが言い換えのペアで、かつそのバックトランスレーションで得られた分ペアも言い換えのペアだったら、そのあれですね、その S2 と S1 ダッシュも言い換えであるっていうことをいうふうに見なします。これはまあ要するに何て言うんですかね、 S1 と S2 が同じような意味で、 S1 と S1 ダッシュが同じような意味だったら、まあ、ああそうですね、でそのそれぞれその何て言うんですかね、こうそれぞれの相手先もこう同じような意味だろうみたいなことをやってます。でで2番目がその逆ではないんですけど、そのこう、まあ、スワッピングで得られたペアが言い換えペアだけどバックトランスレーションの方は違うみたいなとか、まあ、あとその逆ですねっていうような場合っていうのは、その S1 と、あ、違う、S2 と S1 ダッシュはその言い換えのペアじゃないっていうふうにします。で、まあ、その2つのいずれでもない場合、要するにそのどっち、そのスワッピングで得られたペアも言い換えじゃないし、バックトランスレーションで得られた分ペアも言い換えじゃないみたいな場合っていうのは、そもそもその S2 と S1 ダッシュのペアを、まあ、除外、あのデータから除外します。まあ、これは何でか、まあ、何でかっていうと、まあ、要するにそのどっちでもない場合っていうのは、そもそも何ていうんですか、言い換えか言い換えじゃないかっていう判断がつかない。で、まあ、こう入れようがないっていうか、ラビュー振りようがないんで、まあ、そういうデータは消すってことをします。で、まあ、今回は、まあ、その S1、S2 ってこうやってるんですけど、こうもちろん入れ替えた場合ですね、こう2つをっていうのも同じようにこう判断して、まあ、まあ、言い換えピアノ、言い換えか、まあ、のペアか、または言い換えじゃないペアかっていうのをこう付与していきます。で、次にデータセットの説明です。この手法ではその、まあ、その言い換えのペア、言い換えじゃない、文のペアっていうのを生成するんですけど、まず最初にその何かしら文が必要、バックトランスレーションするにしても、そのあれですね、まあ、文テンプレートを見るにしても、その元の文が必要になるんで、まあ、その文を用意しないといけないことになります。で、まあ、今回はその原文としては、あのさっき説明した、クオーラのデータセットの文と、あとはまあ普通にウィキペディアを持ってくるっていう、まあ、この2つをまあ用意して、ジェネーションしています。で、まあ、今後はちょっとこういうふうに表記します。そのこれ、クオーラのデータセットの原文を使って作ったデータセットはこれとして、まあ、Wikipedia を原文として、エグザンプルジェネーションしたことによって作られるデータセットを、まあ、こういうふうに呼びます。で、まあ、これまでは全部自動でこう判断するところだったんですけど、そのデータセットとしてまとめる上で、その、あれですね、その2つの文が言い換えかそうじゃないかっていうのはこう自動で判断できないんで、これは全部アノテーターが判断します。で、まあ、まず最初はそのセンテンスコレクションっていうような段階を踏んでいて、まあ、これはその言い換えかどうかっていうのは別として、そもそもそのあれですね、文、あの原文に対応するもう一つの文の文法とか一貫性っていうのがそもそもちゃんとしてるのかっていうのをこうアノテーターが確認しています。で、まあ、こう3つこう分離があって、そのアクセプテッドっていうのがあれですね、あ、もうこれ大丈夫だっていう、こう素動、何て言うんですかね、特に何も編集せずにこう通すのと、まあ、フィックスドっていうのはこれちょっと一部修正して、あ、これ使えるっていうふうに判断したのと、まあ、これはもう使わないっていうふうにこうリジェクトされたっていうようなペア、まあ、この3つで、あれですね、この3つアノテーターはその文を見て、まあ、この3つのどれかにこう分けるっていうことをします。で、まあ、これ数を見ると、まあ、リジェクト、あの全体としてはまあ1万6000なんですけど、まあ、うちこう1万4000ちょっとが通ってるんで、結果的に通ってるんで、まあ、88% はこう使える分だっていうふうになっています。で、まあ、次がその、まあ、さっきはその文の文法とか見てたんですけど、まあ、今度はその2つの文のペアを見て、それが言い換えなのかどうかっていうのを判断しています。まあ、その言い換えかどうかっていうのは、まあ、どうやって振るかっていうのは、そのあれですね、さっきのクオーラのデータセットと同じで、こう言い換えかまたは言い換えでないっていう、こう要するにこう2つ日でこう振っています。で、そのアノテーターはここで5人用意していて、 その、まあ、それぞれが2つの文、あ、文ペアを見て、その
いいかいかいいかいじゃないかというのを5人が判断しています。で、まあ、なんでこうヒューマングリーメントの結果が出ているんですけども、まあ、これは、まあ、どちらの場合クオラでもウィキペディアでもどっちでも高くなっているっていうふうに述べていました。で、まあ、5人なんで、そのあれですね、5人で、まあ、日なんで、そのあれですね、3人が一致する場合と4人が一致する場合と5人が一致する場合があるんですけども、まあ、その3人が一致する場合除いて4人がその4人が同じこう判断を下したペアだけをこう今回は採用しています。で、まあ、その結果がまあこの一番下で、まあ、そうすると、まあ、まあ当たり前ですけど、まあ、ヒューマングリーメントはまあさらに上がるっていうような感じになっています。で、まあ、次はデータセットのサイズにです。で、こうそうですね、全体としてはその、まあ、11万ぐらいのペアっていうのが用意していて、まあ、トレイン、デブセット、テストはまあこういうふうに分けるっていうことをやってます。で、まあ、イエスっていうのはその言い換えであるっていう、なんていうんですかね、言い換えだと、ですね、ペアのうち言い換えなものの割合ですね、がまあこれです。で、なんですけど、その一番下のそのウィキを使ってそのスワッピングで得たペアっていうのに関してはちょっとアノテーションがまああるんですけど、そのそれはスワッピングだけの話で、その逆翻訳、あですね、バックトランスレーションで得た分ペアに対してはそれを行っアノテーションを行ってないんで、その最終的なそのパーズからは除外しているっていうふうに述べていました。で、今回はデセットを作った話なんですけど、まあ、実際にそのモデルに、入れてみて、まあ、どういう結果になるかっていうのを確認しています。まあ、使ったモデルはまあこの6つで、まあ、特徴として、まあ、それぞれのモデルの特徴がここに書いてあるんですけど、そのまあ、各モデルがそのノンカルコーティキスを考慮するかというと、ワードインタラクションを考慮するかっていうような公表になっていて、まあ、バツが考慮しないでチェックが考慮するなっていう感じですね。で、まあ、バックオバーズはまあ両方考慮しなくて、逆にこう最新のモデルのバツとかはこう両方ともちゃんと考慮できているみたいな、まあ、こういうようなモデルで比較をしています。で、まあそうですね、まあ、こう書いてあると思うんですけど、このバックオバーズっていうのはそのもちろん語順とかはこう一切考慮しないんで、まあ、そういうようなモデルとバットでそのデータセットの違いによる変化があるかみたいなことを確認しているってことですね。で、リザルトがこちらで、まあ、一番左がその各モデルですね。で、その上の QQP っていうのが、これはあれですね、学習データを何にしてテストデータを何にするかみたいなことですね。なんで QQP では要するに従来のあれですね、行われてきた実験ですね。 QQP クオラのデータセットで学習してクオラのデータセットでテストするっていう、まあ、要するに、まあ、これまでやってきた方法ですね。で、まあ、これを見ると、まあ、バートが一番高くはなってるんですけど、その語順を考慮しないバックオバーズですらその 83% 以上のこう空き出しが出ているっていうような結果になっています。まあ、全体的にこうすごい高めの値が出ているっていう感じですね。ただその学習データを変えずにテストデータだけその今回作ったパーズにした場合の結果はこちらで、これを見るとその全体的にガクッとこう精度が落ちていることが分かると思います。で、まあ、それはその QQP のデータで学習してるんですけど、その QQP のデータにはそのさっきもあったんですけど語順とか構文情報っていうのを捉える必要があるような学習データっていうのがこう含まれてないんで、こうモデルがそういうのを学習してくれないけど、まあ、テストデータのこうパーズにはちゃんとそういうのを考慮しないと解けないようなものがいっぱい入っているんで、まあ、こう一気にガクッとこう落ちるっていうような結果になっています。で、まあ、今回その評価で、このこちらはまあ評価セットを変えずにその学習データにその今回作ったパーズをまあ足した時の結果というのがこれで、まあ、これを見るとその、まあ、全体的にそのパーズあれですね、語順とか構文情報を考慮しないと解けないような問題を学習データに足すことで、まあ、こう全体として上がるっていうような傾向になっています。ただその結構上がり幅、まあ、これは上がり幅なんですけど、結構そのモデルによって大きな差があるのが分かると思います。例えばそのバックオブワーズで見てみると、そのデータセットを足したことによるこう増え幅っていうのがもうほとんどない、もう 1.0 とか 0.2 みたいなことになっています。まあ、これはあれですね、
その語順を考慮しないと解けない問題で トレインに達したところで、そもそもバックオブアーズとかは語順を考慮できないんで、まあ、そういうのを足しても意味がないみたいな、まあ、そういうことだろうっていうことですね。で、まあ、一方そういうのが考慮できるその最新の手法とかだとすごい大きい貢献がこう得られるっていうような結果になっています。で、まあ、次はそのモデルごとの比較なんですけど、その従来 その QQP で、まあ、学習して QQP でテストする場合だと、その例えばその BYSTM と BART を比較したときって、そのあれですね、この精度アキラシーを単純に引き算すると、まあ 4.2 しか差がないですけども、そのあれですね、パーズを足すことによってその差っていうのがすごい、27の差がこう約27ぐらい差がこうガッて開くような結果になっていて、そのモデル その性能の違いっていうのをこう明確にこう区別できているっていうような結果もこう見ることが分かります。で、まあ、これは表には書いてないんですけども、その今回学習したデータセット、今回作ったそのパーズ、まあ、QQP を使ってその従来の、QQP の評価っていうのもこう行っています。で、これはそのあれですね、要するに従来これまで行ってきたものにこう今回のパーズっていうのが悪影響をがあるんじゃないかみたいなことをまあ考えてまあやれた実験になっています。まあ、結果としてはその QGP で学習だけで学習した場合とこう同じ 90.5 の精度が得られているので、その今回パーズを足したことでその従来の評価法、従来のその評価、従来まあ評価してきた方法でもそのなんかこう今回の方法、今回の新しくした学習データがこう悪影響を及ぼすことっていうのはないっていうふうに述べられていました。で、まあ、次がクロスドメインでの実験の結果です。これはあれですね、トレインデータ、まあ、こう要するに QQP だけ使った場合とか両方使った場合とかっていうふうにこうあるんですけども、であれですね、こう評価に QQP 使うとかパーズ使うとかっていうような感じの結果がこれですねなっています。で、なんでこう学習データがその QQP だけ、QQP だけど評価はその Wiki みたいな、まあ、そういうクロスドメインですね、あのドメインをこうちょっと学習時とのドメインが違うみたいな場合においてもその、まあ、精度っていうのがまあこう十分な結果が得られているっていうような結果になっています。で、まあ、これ、まあ、この2つで次はこの2つを比較しているんですけども、これは要するにその普通にそのあれですね、QQP で学習して QQP で評価した場合の結果よりもその QQP にさらにその外部ドメインである Wiki を足した結果の方がこうスコアが大きくなっているというような結果ですね。まあ、これはもちろん 逆もこうなっているんですけども、まあ、これはまあどういうことかというと、そのアウトオブドメインなデータをこう足すことでそのインドメインの性能というのもこう向上するというようなまあことをまあ意味しています。で、最後にコンクルージョンです。まあ、今回のまあこう研究、今回のこのデセットを作った目的でもあるんですけども、そのあるこう診断したい現象があった時に、まあ、そういうものを示す例がないようなデセットっていうのは使ってモデル評価してもそのこのモデルがなんかこういうなんかこれだからいいみたいな、そういうモデルを区別するのにこう不十分であるっていうふうなことがまあ述べていました。で、まあ、そのために今回は言い換えの学習をするのと、まあ、あとはその評価をするために新しくパーズあのデータセット、データ資源をまあ提供しました。で、最先端のモデルに、まあ、学習であのパーズの学習データを加えることで、そのよりあれですね、まあ、実世界の例、要するにあれですね、あのバックオブアーズ的には同じだけど、まあ、語順が違うことでなんか言い換えだったり言い換えじゃないみたいなのが変化するみたいな例に対してもこう堅牢なモデルになったっていうふうに言っています。で、まあこの今回作ったあのパーズを評価に用いることによって、その語順とか構文情報っていうのをがこうモデルあの敏感さなんでこうちゃんとこうなんていうんですかね、扱えているのかみたいなことがこう効果的に測定できるっていうふうに述べられていました。と、以上で終わります。